はい、1時間遅れの、発車となってしまいましたと言いますか、まあ今日後の方でご紹介する話題のおかげで本来10時22時配信開始のところ今日1時間遅れでスタートとさせていただいております。まあ、そんな関係もありまして、うち帰ってきたのがもうそれこそ夜10時5分前という、もうそんなもんで配信の準備なんかできるわけありませんので、急遽1時間出発時刻を延ばしての発車となってしまいました、タッチでございます。すみのりさん音声良好です、ありがとうございます。アイリンさんもよろしくお願いします。平松さん着席ありがとうございます。現在視聴者数、現在のところ8名という感じでスタートしております。まだまだ席には余裕がございますので、というかそれ私が決めるんじゃなくてユーストリームのサーバー、それが決める話なんですけども、随時お集まりくださればと思っております。ですね、まあ今週も特にどこかに乗りに行ったとか新しい写真バンバン撮ってきたとかそういう新ネタはございませんので、まあ今週も鉄道ウィークリー、自分がニュースサイトその他で拾ってきた鉄道関係の記事、それを紹介しながら、と、まあ、ものによっては若干深く掘り下げていくというそういう感じでお届けしようかなと思っております。今日はそうですね、まあ、間違いなくてっぺんは越えます。0時は過ぎて1時までには終わらしたいなと思っておりますが、まあ、そこら辺は皆さんの食いつき次第で、ね、いくらでも変わってくるかと思いますね。今夜の銀座のリンゴ屋さん活況だったようですねっていうことで、はい、本当に活況でございました。あまりに活況すぎてなんかタイムラインの方で MM クラブが氾濫しすぎてなんか困ったみたいなツイートをちょっとちらっと見かけてちょっとそれが私気がかりではあるんですけど、まあね、それも今に始まった話ではないので、もうそれが嫌ならね、もう各自オミットしていただくしかないかなというふうに、ちょっと最近私も覚悟を決めつつありますので、ですね、すみのりさん、その話題ね後でやります。でもう言っちゃった、もう今日の進行ほぼ言ってしまったようなもんですけれども、今日のりんご屋さんの話題、の詳しいことについては鉄道ネタをほぼやりきった後ね、やりたいと思います。ということで今日はちょっと BGM もなんかムーディーなやつに変えてみましたというか、まあ、1曲だけ向谷クラブ、向谷実さんの作曲の風に抱かれてっていうのは入れておりますが、それ以外は全てネットから、やはりこれも著作権フリー、商用利用も普通の私たちのような非営利の利用もフリーの、そういう素材を使っておりますので、聞いてくださってる皆さん、どうぞご安心して BGM 楽しんで、 BGM 楽しむじゃないですね聞いていただけたらと思っております。はい、トレイムさんありがとうございました。先ほどありがとうございました。ということで、じゃあもう早速今週のネタいきましょうかね。ちょっとお待ちくださいね。もういくつもソフトを立ち上げてるとデスクトップがですね、まさにてんてこまい状態になっちゃうんで、ちょっとお待ちください。はい。マイクの位置をちょっと微修正しただけであります。
れ何を自分はしようとしていたのかと言いますと、そうですね、何をしようとしていたかというと、もういきなり今週の鉄ネタヘッドラインということで、自分がどんな鉄道関係の記事に、まあ、食いついたかというところをまずはザザッとご紹介していこうかなと思っております。なんかこういうねムーディーな音楽がかかってると、なんかちょっとこれは日本酒じゃないですね、焼酎でもないですね、多分洋酒系のなんか雰囲気が欲しくなるところではありますが、配信してる人間がお酒飲んでやってちゃちょっとね、これまたとんでもないことになっちゃうので、ですね、前回の配信が12月の4日でしたので、12月5日の記事から振り返ってみることにしたいと思います。12月5日の日曜日でございます。ね、昨晩飲酒ユースとされていた社長おられましたねって、まあまあね、うん、まあローカルルールってありますから、あちらの会社の場合は夜8時過ぎでしたっけ、確か自主規制制限解除になる時間が決まってるんですよね、確かね。ということで、まあそういうこともありつつも、じゃあまず12月5日でございます、日曜日、先週の日曜日。先週の日曜日といえば、東北新幹線が新青森まで全線開業した次の日、2日目でありまして、でまあその初日の実績はこうですよって記事が上がってるんですが、これは後のメインディッシュの一つ、メインディッシュというか、大きなテーマの一つとしてご紹介したいと思います。で、それ以外に JR 東日本さんの方では首都圏メガループだって言ってたっけか、要は武蔵野線とかああいうところにもいろいろと力を入れていこうっていうことで、いろんなテコ入れが行われました。でそれを日経の記事が、日経の方が取り上げておりまして、あもう記事が見つからねって言われてる。まあ、要は何を言ってるかっていうと、武蔵野線周り、まあ、このダイヤ改正から武蔵野下総っていう大宮発、武蔵野線経由八王子だっけ、立川八王子方面、それからもう片っぽが、西船橋とかあっち方面の武蔵野下総という、まあ、列車が新たに設定をされましたと。で設定されて、あと武蔵野線の沿線ってまだ開発の余地ってたくさん残ってるんですよね。まあ逆に言えば今まではどちらかというとあんまりなんていうのかな、好んでは、まあ比較的他の沿線よりお安いのでお家を建てるという感じの路線だったのが、いよいよこの後に入ってまいりまして、いろいろと沿線開発、住宅開発、あと商業施設、ララポートが新三郷にできたりとか、あとイオンモールが確かね、できたりとかっていうことで、あとはイケアもできる、あとその他いろんなそういう巨大なショッピングモールができたりという形で、あとつくばエクスプレスも通るようになって、縦軸も随分整ってきたのでということもあって、
ここでにわかに横軸である武蔵野線と、あと南武線、横浜線、その辺をテコ入れしていこうというようになったようであります。でその中の一つの表れとして、大宮へ直行する快速、これ1日数本、まあ、しかないといえば1日数本しかないんですけども、ただ私のこの記事見た時の記憶では、まあ、乗り換えがなくなって便利だって、実は需要としてはそれなりにあるというふうに言われていた区間のようであります。ですのです、そういったところにも手を入れかけてきたと。でこういった、いわゆる武蔵浦和からぐいっと曲がるような形に路線っていうのはなるんですけども、それをそういった直通列車を走らせるのが可能になった存在っていうのが短絡線、まあ、そう普通はだいたい貨物しか普段は通らない、そういった路線を、まあ、フルに生かして、っていうかだいたい武蔵野線、それから京葉線っていうのはもともとは貨物用っていうか貨物がメイン、今まで都心を貫通していた貨物列車を、まあ、外回りさせてやるという、そういうための路線だったんですけれども、まあ、そういう列車を走らせるために作ったインフラが今ここに来て、旅客列車、いろんな系統のいろんな起点終点っていうのを割と自由自在に組めるようにな形で今生きてきてるという、そういうその一例ですね。武蔵野下総っていうのは、でちょっともう一つ関連記事が、これは鉄道ファン、こっちはさすがにまだ残ってんじゃないかな、消されてないと思いますけど、武蔵野号運転開始ということで、と今流しましたのが鉄道ファン、レールファンの、これ読者の方からの投稿であります。209件なんですよねこれね。府中本町八王子で大宮間を直通する武蔵野号が運転を開始したということで、これ載っております。ぷくぷくパンさん、こんばんはでございます。よろしくお願いいたします。今は、12月5日の鉄道系記事、そうそう、フグディさん、記事ありません、申し訳ないです。地方版のところから取ってきたもんで、ね、もう賞味期限切れちゃってなくなってるんじゃないかなと思われます。なので2つ目に流した鉄道ファン、レールファンの記事の方、これは生きております。こちらご覧くださいませ。で、日経の方にはそういう感じで武蔵野線沿線もそういった風に開発進んできたので、ダイヤ面、あとは車両面書いてたっけな、なんかそういうところにも今後充実させていくと。で来年3月からは南武線に快速電車が、設定というか、これ昔走ってたものが復活するっていう考え方もできますけどね。で、205、209に変わったと。車両面でも新しいところがどんどん増えていくという、そういうところであります。でさっきですね、わざわざ武蔵浦和の路線、線路の形っていうのは、武蔵野線をこの底辺としますと、大宮方面へ向かう線路がこういう感じで、まあデルタを作る感じかな、も違うのかな、なんかそういった感じで短絡線っていうのは作られてるんですけども、これ定期列車が走るようになったということは、これ私個人の興味としては、
これ武蔵野下総っていうこの定期列車ができたってことで、これ乗り潰しなきゃいけないんでしょうかと多分切符の運賃計算上では多分南浦和経由の切符になると思うんですよね、この、武蔵野下総って。実距離じゃなくて多分運賃計算上は南浦和経由になるのかなと思うんですけども、でも線路、実際走る線路っていうのはその武蔵浦和近辺の短絡線を通っちゃうわけで、あそこ乗らなきゃいけないのかななんて、ちょっと乗り鉄といいますか乗り潰し鉄としてはちょっと気になるという意味で、まあ、その意味も込めましてご紹介をさせていただきました。サイくんさんこんばんは、銀座ナウ観覧お疲れ様でしたということで、銀座ナウの話はこの後鉄道の話題を終えた後ちょっとやりたいと思います。でそういえばフグディさん、私の配信見てくださったのは初めてですかね、もしかして密かにずっと見ていたとか。ということで、はい、以上、まあ、あとは業務連絡なので日曜日のネタは以上でございます。次、12月6日月曜日で、東北新幹線が新青森まで開業したということは、並行する在来線である東北本線、まあ、こちらも第三セクター移管、八戸青森間が青い森鉄道に移管されて、新たに出発したと。でやっぱり一番直接響くのは運賃ですよね。運賃が上がってしまうというところが、まあ、日常使いされている方にとっては一番気がかりなところじゃないかなと思われます。あともう一つ、この今回の、この青い森鉄道移管に関して、まあ鉄ならではのというか鉄しか関心を持たないであろうところ、どんどん今一発ツイート流しましたが、HBE300系リゾートアスナロが営業運転を開始ということで、これまた鉄道ファン、レールファンの記事でございます。この記事自体は特段といったらあれですね、リゾートアスナロハイブリッド車を使ったリゾートアスナロを使ったリゾートアスナロ津軽、これは新青森と蟹田の間、それからリゾートアスナロ下北、これが新青森と大湊間、これが運転を開始しましたよというところで、まあ鉄的に一番興味深いのはやはりリゾートアスナロ下北でございます。これ運転区間が何気に新青森大湊間ってさらっと書いてますけど、これ新青森と青森の間は JR 東日本で、青森から野辺地までが青い森鉄道で、野辺地から大湊間までがもう一回 JR 東日本ということで、第三セクターである青い森鉄道を挟んで運行される列車ということで、まあ、多分そういう列車は他にもたくさん、この系統はたくさんというかいくつか快速下北だっけな、なんかそれもあったと思うんですけども、そういう意味で、まあ、珍しい列車として位置づけられるのかなということで、でこれが多分あれですね、青春18切符、すみのりさん、そうです、直通運転です。新青森から青森から青い森鉄道の野辺地まで行って、でそこからもう一度 JR 東日本の大湊線へ行くと
それが一本で結ばれる。で、確か青春18、まあいろいろと事前に、なかなかプレスリリースが出ないんで、この冬から出ないんじゃないだろうかと言われていた青春18、無事に発売となっておりますが、特例できましたよね、この青い森鉄道を確か挟んで途中下車しなければ青い森鉄道の分はいらねえよとか、なんかそういうね、ぷくぷくたんさんもおっしゃってる通り、青い森鉄道と JR 東の関係、いろいろ特例事項ができて、ちょっとまだ青春18に関しては詳しい情報は実を言うとチェックできてないんですけども、まあこういうケースが今後、北陸新幹線何週間か前にやりましたけども、そういうとこでも増えてくるんじゃないのかなと思われます。北陸新幹線だとそうですね、どこになるんだ、高山本線の一部とか、上花線、氷見線、あと七尾線とかが JR 西日本の離れ小島になる可能性もあるわけですからね、まあ、そういったなんか特例事項が多々出てしまうと、青春18、その他いろんなフリー切符どうなっちゃうんでしょうね、今後ね、ちょっと気になるところではございます。まあ、そういう意味でも興味深い事例ということで、リゾートアスナロ、これをご紹介いたしました。で、あとこの日12月6日はですね、九州新幹線ネタで一つ、 N700系 8000番台 R2 編成が山陽新幹線へ初入線という鉄道ファン、レールファンの記事がありますね。で、 N700系 8000番、この8000番台というのを聞いてもうピンときた方いらっしゃると思うんですけども、8000番台つまり九州新、JR 九州編成なんですよね、これ。なんか私なんかとっくの昔に相互に JR 西の7000番台、 JR 九州の8000番台相互にもう乗り入れの試験してんのかなと思ったら、なんか実はついこの間からようやく8000番台 JR 九州編成が山陽新幹線に入るようになった、試運転をしてますと、うん、でもちろん車内では例の向かい屋サウンド、先月末の、ね、向かい屋さん のダダ漏れ見られた方は生で体験聞かれたかと思うんですけども、あれがでもあれちょっと私の頭の中で整理ができてないっていうのは、九州新快速ねえ、ちょっとね、意外な副産物が先週のソーシャルストリームの中で言葉としてちょっと生まれてしまいましたが、向谷さんのこれまでのおっしゃってた説によると、 JR 九州の持ち車両である8000番台は JR 西区間でも向谷サウンド、発車直後の音楽、到着直前の音楽、まあ、それも JR 西区間、山陽新幹線でもそれになるとおっしゃってたような気がしたんですけど、違うのかな。逆に言えば JR 西車両である7000番台、これが JR 九州区間である九州新幹線に入った瞬間、例の向かい屋サウンドを奏でてくれるのか、そうじゃなくて今もいい日旅立ちなんでしょうかね、JR 西編成のサウンドは、それがそういう風になってしまうのか、
これでも編成ごとに違うとなるとちょっと音鉄さん的には悩ましいですよね。前にもお話ししたかもしれませんけど、この列車は JR 西日本の車両で運転しますとか、このさくらは JR 九州の車両で運転しますとか、なんかそんなことを書いてくれないと、あとはもう 鉄道ダイヤ情報であるとか、そういったいわゆる専門家の裏情報じゃないですけどね、なんかそういった知識に頼らざるを得なくなっちゃうと。さもなくんば自由席乗ることにして、やってきたのが JR 九州の車両だと確認できたらそれに乗っちゃうとかなんかそういうことを強いられるのかなと。まあ多分ですけども JR 西編成は鹿児島中央まで全部 JR 西サウンドで行って、JR 九州の8000番台だけが九州新幹線線内で例の向谷サウンドを奏でてくれるんじゃないかな、奏でることになるんじゃないのかなという気がしますが、ここで JR 西さんがいや、やっぱり JR 九州の中では統一してた方がいいでしょうって言わないかね。多分 JR 西の例のいつものサウンドで鹿児島中央まで行っちゃいそうな気がしますけどね。はい、ということで12月6日付の記事から、青い森鉄道を挟んだ列車が走りますよっていう話題、それから N700 系8000番台が初めて山陽新幹線へ入りましたよという話をお届けいたしました。ちょっとソーシャルストリームをちらっと見ましょう。ああなるほどね。青い森鉄道701系の北上乗り入れが消えた。そうですね、運用も随分変わったようですね。なんか多分ちょっとその辺詳しい事情はちょっと分かりませんけども、随分青い森と、IGR の持ち分というところでかなり変化があったのかなというような感じですね。それから九州新快速、ね、駅間があまりにも短いところは短すぎて、で各駅に止めようがない、でも各駅停車のツバメっていうのがあるんですよね、きっとね。そうじゃないさくらに関してはもういわゆる千鳥式ダイヤ、停車駅を適当にばらけさせて、確かサイクンさんもツイート、記事を、リツイートされてましたけども、ある駅ではそれなりにまとまった量止まるんだけど、別の駅へ行くと申し訳程度に1日何本かしか桜が止まらないとか、なんかそういう風な形にもなっているっていう風なことが言われてるようでございますね。ちょっと気持ち BGM 下げようかな。はい、それでは12月7日火曜日でございます。火曜日の記事はちょっと少なめでして、で一つは前回もご紹介したいすみ鉄道にキハ52が、投入とは言わないですね、お引越しとも言わないです、なんて言えばいいんでしょうか。JR 西の大糸線
あの南小谷と糸魚川の間を走っていたキハ52、あれがいすみ鉄道に向けての搬出作業が始まりましたよっていう記事が紹介されております。ちょっとお待ちください。それをJR、今流しました。 JR 西プラスいすみ鉄道、キハ52の125いすみ鉄道に向けて搬出作業っていうことで、車体と台車をばらして運ばれると。で、旧国鉄色、気化色と紺色の、これ車両1両がいすみ鉄道まで運ばれた。で、運ばれたからそれでああよかったねじゃなくて、こっから先が大変なわけで、じゃあいすみ鉄道北にキハ52がやってきたはいいけれど、そっから先の実際にお客さん乗せて走らせるまでがいろいろとまあかかるようで、まあ、そういうところでいすみ鉄道もいろんなサポーター制度、いろんな形でお金を、まあ、集める仕組みを作って何とか営業運転まで持っていこうとしてるっていう、そういう記事がありました。ソーシャルでリンクの見えない、あーなるほど、ちょっとお待ちくださいね。リンクだけ流します。あの半角記号とかがですね、変な形でユーストリームのソーシャルストリームで跳ねられる、表示されなくなってしまうっていう現象未だに続いております。URL は今流したものでいけるはずです。半角の記号とかそういうのに対していろいろと賢くなってくれるのはいいんですけれども、賢くなってくれすぎて、よく顔文字ありますよね。顔文字関係ってほとんどこのソーシャルストリームでは消えてしまうという、途中でブチ切れになってしまうっていう、そういうことがあったりして、あんまりちょっとそこまでシビアに判別してくれるのもどうだかねという気はしてるんですけれども、ただ自分のツイッターの方の、クライアントから見た時にはちゃんとツイートとしては流れているので、このユーストのソーシャルストリームだけがこうやって見えないという、まあちょっとこの適度な加減っていうところをなんとかユーストアジアさんにはお願いしたいなと思っております。12月7日の記事では新車投入されますよという記事が出ております。これもちゃんと流れてくれるかな。あ、これはいけました。 JR 東日本常磐線上野いわき間にE657K を投入、まあ、考えてみれば JR 東日本になって一番最初の方だったですよね。例のスーパーひたち651系でしたっけ。私個人は651系の色分け面構えをデーモン閣下と呼んでおりましたが密かにデーモン閣下とお呼びしておりましたが、651系がとうとう
651K が交代するって形になるのかな。詳しい情報に関してはこのさっき流した鉄道ホビダスの記事の中に載っておりますのでご覧いただければと思います。で、この E657K、まあ、見た感じがなんかどっかで見たようなっていう気もしなくはないですけどね。私なんだっけ、現行版成田エクスプレスを非貫通にして、なおかつ流線形先とんがらせるとこんな風になるのかななんてちょっと思ったりしましたが、いかがでしょう皆さん、これご覧になって。でですね、この E657系、来年じゃないや、2012年だから再来年の春に一部が上野いわき間で営業開始と。で、この記事の最後の段落が結構要注意でありまして、同区間は 651系も使用されるが、同年2012年秋には上野いわき間の定期特急列車は全て E657系に置き換えとなる。またいわき仙台間は同年春、2012年春より E653系による新たな列車愛称で運転される。系統分離されるってこと案に言ってますね、これね。この最後の段落で2012年春に日立は、いわきを境に系統が分離されますと。で、上野いわき間については E657 が主役になり、で、いわき仙台間については E653 によるっていうこと。651はもう廃車っていうことですか。他に持ってくとこないですもんね。まさかと思いますが、羽越線筋に持ってくなんてことないですよね。体幹、大切設備強化しなきゃいけませんもんね。まあ多分 JR 東さんのことですから、多分デーモン閣下こと651系はこのまま廃車にするんじゃないかなって、そんな気がいたしますが、あ、皆さんはどういうふうに予想されますでしょうか。あるいはどんな情報をお持ちでしょうか。うん、そうそうそうですね。651が置き換え対象と。で、導入し始めてから651と E657 共通運用ということで徐々に入れ替わっていくと。ああ、すみのりさんはいかついなぁと。そうですね。あれと比べてどうですか？あの、前回か前々回、前々回ご紹介した JR 西の287系と比べて、どうでしょうね。まあ、あの、JR 西の287の場合は、もう完全にお里が知れてると言いますか、あの、681、683系のデザインをそのまま持ってきたという感じですけども。まあ、これはどうなんでしょう。まあ、実車が出てくるまではしばらく時間がありますので、その時までのお楽しみと。ね、そこまでないですよね、やっぱりね。651を羽越に入れるって、まあ、それはないと思います。あ、なるほど、アイリンさん。キハ183系、ノースレインボーに似ている。あ、なるほど。あ、そうかもしんない。目つき塗り分けとか、うん、なるほどなるほど、そう言われれば見えなくもない
そんな感じの車両でございます。まあ、とにかく実際の物が出てくるまではまだまだ時間がありますので、まあその時までは我々マニアとしてはまあワクワクしながら待ってるという感じで、はい。じゃあ次、12月8日の前にちょっとだけ給水を。はい、失礼いたしました。うん、12月8日水曜日でございます。この日はですね、4本ニュース記事が4本ありまして、ですね、これはトレイエムさんご存知かな、西武 101K223 編成が横瀬か自力改装されましたと。これ廃車ですかね。まさか近江鉄道に運ばれるなんちゅうことはないですよね。ついこの間まで、西武多摩川線を走っていた101系、それが、横瀬自力改装されましたという記事が鉄道ファンに載って、レールファンに乗っております。で、あと長野電鉄といえば旧成田エクスプレス、あの車両が、レッドモンキーでしたっけ、赤猿というそういうニックネームをまとって来春デビューということなんですが、おそらくはそれと入れ替わりで、長野電鉄2000系オリジナルの2000系がどうやら引退ということで、あれ確か長野電鉄オリジナルでしたよね、あの車両ね、2000系といえば。結構全面流線形というか、ちょっと丸まっちい感じのあの車両ですけど、あれがいよいよ引退と。でその多分後釜に旧成田エクスプレス改め赤鶴が入るという記事であったり、あとはひねの JR 西の方で、ひねの区205系0番台がどうなるのかっていう話であったりとか、ありがとうございますトレイムさん。やっぱ廃車ですか。まあそうですよね。先週でしたか、確か住のりさんが近江鉄道ツイキャスされた時に彦根駅の構内に新101系すでに入ってましたからね。新101か2000系なのか、ちょっと何系、元は何系なのか分かんないですけども、もう面構えは新101系と同じような黒い縁取りをした車両が、すでにもうそういう車両が近江鉄道の種車として流れていくようになったので、まあ、この後に及んで9101が流れるわけないかなとは思っていたんですけども、了解です、情報ありがとうございます。で、ね、まんま置いてありますもんね、彦根駅。西武っていうステッカーありますよね、新しいコーポレートマークの西っていう文字を、ね、デフォルメした西武のマークありますよね。あのステッカー貼ったまんま彦根駅の外れといいますか構内に置いてありますので、もしその辺通られました時にはぜひチェックをしていただけたらなと。そしてこの日の記事でちょっと私が軽くびっくりした記事がこれ
JR 東海リニア車両を年明けに発注、13年度完成目指す。長って思いません？新型車両 L0K 発注が年明けで、メーカー側は今年度中に新型車両の製造に着手して13年度中の完成を目指す。先頭車両2両と中間車3両を13年度中に完成させで、15年度中に9両を追加し、合計14両で走行試験を行いますと。まあ初物ですからしょうがないんでしょうけど、そんなに時間かかるんだねって、ちょっとこれは素直に軽くびっくりした記事でございましたか。ああ、近江鉄道行きのやつが2両が譲渡で1両が部品取り。ああ、なるほどね。まあ何らかの形で近江鉄道ガチャコンスペシャル入って、一部分は原型とどめなくなると思われますのでまあどういった形で結局近江鉄道の中で走ることになるのか、ちょっと楽しみではありますね。超ロングノーズ15メートル、それ言うとあれもそうですよね、あの E5系はやぶさ、あれも結構なロングノーズですよね。とか E6系、これ小町になるはずの E5系とも、なんかあのなんていうのかな、鼻の長い物同士がこうやってくっついたような、そんな感じの、並結した時のそんな感じに見えますよね。あと12月8日この日はですね、鉄道記事というのとは関係なくて、本屋さんで鉄道ジャーナル、これを立ち読みしましたら、あれ連載企画の中に日本縦断各駅停車っていう連載記事がありまして、今は確か東海道本線を大阪から京都、滋賀、東の方へ向かってるっていう、そういう段階のようでありますが、ちょうど今月号、最新号の鉄道ジャーナル日本縦断各駅停車が草津米原間というよりも、主役は草津、近江八幡、安土、この3駅、まあ、安も若干面言及されてますけども、私の勘違い&思い入れすぎじゃなければ、多分近江八幡駅に関する記述が一番多かった。あの草津駅よりも多分文章量と写真の量は多かったような気がします。まあなので、私たち0910というツイッターネーム、安土も載っております。はい、そうですよ、すみなさん、安土も載ってますよ。だから近江八幡が一番多くて、その流れで安土が紹介され、で、まあ、当然ながら草津駅がその月の起点なので、草津駅もきちんと取り上げて、運転上の境目である安駅ってそんなに大きい扱いじゃなかったと。ちょっと個人的にはにんまりという状況でございまして、あ、金松さん、さっきはどうもありがとうございました。例の今日の話題についてはまだこの後、今日のラストの方で触れたいと思います。はい、以上が12月8日でございます。
でこうしている間に、視聴者数が15名という形でじわじわと、やっぱり夜になるにつれ、長くやるにつれ、増えてくるというところで、あ、曲がりうさぎさんお久しぶりでございます。ね、ニュース番組見てますか。要は新ネタがないときはこういう感じでやっております。自分がどんな鉄道記事に食いついたかっていうところを紹介しつつ、それを魚にしつつ、皆さんからも話題を提供していただこうという形でお送りをしております。すみのりさん、ぜひ鉄道ジャーナル、別に買えとは言いません。立ち読みで構いませんので、ご覧になってください。私も本当は買おうかなと思ったんですが、買わずに帰ってしまいました。明日買おうかな。多分大宮八幡駅がこれほどフィーチャーされる機会ってあんまりないと思いますので、ちょっと記念に買っとこうかなというということで、曲がるうさぎさん、今日銀座で何度かお名前が部長の方から出ておりましたのでね、まあ、その辺の今日の銀座の話は今日の最後の方で少しやりたいと思います。さて、12月9日鉄道ジャーナルは特集によって買います。私は逆に毎月ずっと買ってたんですけど、鉄道趣味が中断した頃からはもう鉄道雑誌はもうほとんどほぼ立ち読みで済ませております。今こうやって鉄道をネタにしたユーストリーム配信をやっていながら、鉄道雑誌は一冊も買っておりません、私。全部立ち読みでございます。はい、12月9日木曜日。まあ、この日はですね、確かこの辺りで、中国で、高速鉄道に関する世界的な国際会議が開かれたっていうんで、いろいろ話題が乗っかっていて、中国が高速鉄道でフランスのアルストムと提携ということで、アルストムって確か TGV でしたっけね、あの辺の技術を持ってる会社なのかな。ワクワクとされても、ワクワクに応えられるかどうか、最後までお付き合いいただければと思います。はい、日本、ドイツに続けて今度はフランスとも手を組むと。で、中国自身も、そういった先輩方からの、まずは受けつもらった、もらったというか、いただいたというか、なんて言えばいいんだろう。そういった鉄道先進国の技術を受け継いだ、で、自国で熟成させたものを、他の国に売ろうとしてますからね、最近、中国は。まあ、なかなかこれから、あとは韓国も交えて、そういった高速鉄道のシステム、車両とか、そういったシステム、部分じゃなくて、例えば日本だったら新幹線、それも JR 東海が主軸の新幹線、JR 東が主軸の新幹線、でフランスだったら TGV、であと、ドイツだったら、ICE ですよね。そういったいろんなクリーンが入り乱れての鉄道輸出合戦というのも始まっていくと。そういった意味で、なんか鉄道趣味サイト以外にも日経の記事にこういった記事がたくさん載ってたりしたので、なかなか面白い週だったかなと思っております。あとはですね、ちょっと後ろ向きな話、後ろ向きというか、なんというか寂しい記事、一発
今流しました。キンバーさん、フォローありがとうございます。 TGV と IC について、情報ありがとうございます。関空特急、この特急はるかっていうのは、あの JR 西日本の、関西空港、関空から天王寺、新大阪を経て京都、あと時間帯によってはその先滋賀県方面まで伸びている、そういう特急列車でありますけれども、これの昼間の臨時運行が来年の春のダイヤ改正でなくなっちゃいますと。ですね、実はこの今年の春の改正で利用の少ない昼間の6往復を定期運行から臨時運行に変えたが改善せずと、この辺の書き方がなんかうやむやですけども、要は定期運行じゃなくて臨時運行にしたところで大差なかったということで、まあ、やめにしちゃえと一気に6往復減ってしまうというで、まあ、はるか自身の利用客もちょっとこの記事見てびっくりしたんですけど、1日の、片道の平均乗客数は96年度の約4800人をピークに、2009年度昨年度は半分以下ね、落ち込んじゃってたという。はるかがこんな調子、 JR がこんな調子だったら南海さんどうなんでしょう、あのラピートとか。はるかのお客さんがラピートへ移ったという感じもしないですし、じゃあ関空へ行くお客さんが減ったのかというと多分そうではないと、すると一つ考えられるのは車で行く人が増えたかね、例の千円高速とかそういったところで、多分関空に渡る連絡橋の運賃、運賃じゃないや、料金も下がったのだとしたら、まあありえない話ではない。それか特急料金も節約したいので関空快速にお客さん移ってるのか、その辺の背景がちょっとこの記事だけではわからないので何とも言えませんけれども、まあ、昼間の臨時運行がなくなるっていうだけの話であって、昼間の運行が一切なくなるわけではないとは思うんですけども、まあ、ちょっと寂しい話題かなっていうところでございます。あともう一つ、ですね、最近増えつつあるホームドア、正確にはこれはホーム防護柵と言ったりするんですけれども、それに関する記事がヤフーニュース、元ネタソースは毎日新聞になりますが、ホーム防護柵必要域の 16% コストネックで設置進まずと、まあれはですね、意外と設置するのお金かかるんですよっていうか、まあお金はもちろんかかるんですけども、手間がかかる。ホームドア設置しやすい形といいますか、ホームの構造とそうじゃない構造っていうのがあって、ホームドア設置しやすい場合っていうのは、要はなんていうのかな、ここの、まあ、ここがホームの上だとすると、そこにまあ井桁渡したような、まあ、ごくごく単純な、まあ、ホームの端っこがこういう形で
先伸びてる、そこにホームドアの機械をこうやって出てるところにこうやってはめ込むっていう、はめ込む、あるいは上から差し込むみたいな形で、それから下からまた別のメカ入れて挟み込む、まあ、こんな形で作っていくんですけども、全ての列車が、列車といいますかホームがそういう形になってるとは限らないと。というちょっと話をしたところで、関空特急のところで、キンバスさんとスミノリさんからちょっとフォローいただいております。まあ30分ごと1時間ごとにっていうところであれば、電車、まあ、そうですね、あれもなんかあの1編成3両1ユニットだっけ、6両1ユニットだっけ、あんまちょっと融通効かなさそうな感じですよね。あれ JR 東海さんのように1両単位で増結とかなんかできればいいんでしょうけれども、増結とか減らすとかできればいいんでしょうけど、でラピート平日昼間乗ったけど、あーやっぱラピートもそんなんなんですかね。なるほど、これは何だろう。ということは JR 西にしても南海にしても鉄道全般苦戦してるというふうに読む読み方が一つと、あとはお金のかからない関空快速、あるいは通常の急行とかそっちの方へ移ってる、有料の特急をあえて選ばないようになっていると読むのが正しいのか、ちょっとそこら辺はわからないというところで、ちょっと話戻しましょう。で、ホームドアが作りやすい駅と作りにくい駅っていうところがあって、土盛り、盛り土といいますか、土砂盛り上げて、まあ、それを両側から固めるっていう風な形でやるところだと、ホームのほぼ作り直しになる可能性もあります。ホームの構造形状によってはそういうこともありまして、まあそれで手間かかるっていうのもありますし、あと費用、まあそれもバカにならないと。山手線全部で29ある駅に全額自己し負担で、 JR 東さんは、まあ、ホームドアを作ることを決めたんだけれども、29駅全部作るのに総額500億だそうです。で、有楽町線、東京メトロの有楽町線はホーム自体がコンクリート製、さっき言ったこういったまあラーメン型というか、まあいわゆるドン柄だけの形になっているので作りやすくはあるんですけれども、23駅で計90億、これを全額自己資本でっていうところではちょっと厳しいかなということで、じゃあアイリンさん寝ますということで、あ、お疲れ様でしたというかありがとうございました。またよろしくお願いいたします。で、まあいろんなことが書いてあります。この記事結構長めの大きめの記事ですので、ぜひ後でご覧になっていただきたいと思うんですけれども、でこの記事のちょっと中ほど見ていただくと、マナーの問題って書いたところがありまして、まあ今忘年会シーズン、まあもうちょっと経つとお正月、新年会シーズンということで、
ね、気持ちよくなってしまって、それが行き過ぎて前後深く深くになっちゃう方も、ね、いるかと思いますが、で、プラットフォーム事故、プラットフォーム事故ゼロ運動っていうのが、まあ、毎年この時期やってますと。で、国土交通省の、安全企画係長と呼ばれる方、最近は路線も増えていないし混雑率もほぼ変わらず事故増の理由がわからない、ぶつかってくる人が増えたとか、以前は酔った人を介抱したが今は、まあ、多分介抱なんかせずにほっといてしまうと話す人もおり、考えられるとしたらマナーの問題はあるが根拠はないと。ちょっとここがお金云々のところもそうですけども、ちょっとまあ気になったところですね。やっぱ東京、まあ東京以外もそうかもしれません。そうでなくても世知辛い世の中ですし、人のことなんて構っている余裕もなければ、あるいは下手に人に構ってしまうとっていう、なんか恐れっていうのかな、なんかそういう気持ちが世の、ま、中に蔓延しているのか、人のことにはなるべく構いたくないというか、まあ、いろんなことがあって、今までだったら人の手で、人の気遣いとかそういったところでケアできていたもの、あるいはまあ起こりえなかったことが起こっている、起こっているという、安全対策やるやらないっていう、うんね、そうなんですよね。だからまあ安全対策は鉄道事業者、まあ、あるいは行政もまあちょっと一部絡めつつやることはやるんだけれども、最後はやっぱり人、本当にこの人危ないと思ったらそこに救いの手を差し伸べる人がいるかどうか、そういう気持ちがね我々の中に残ってるかどうかっていうところが、なんかそれは安全に対するパッシブセーフティー、アクティブセーフティー、まあ、いろんな、ね、やり方ありますけれども、安全対策を取るだけ取った後はもう、そこはもう人、人心、人の心の問題っていう感じも、まあ、入ってきますよねという、ちょっとその短い何行かの部分で考えさせられるところを覚えた記事ということでご紹介いたしました。はるかは当初5両が6両になって、ラピート両端廃車にしたらもうラピートじゃなくなりますよ、それはラピートらしくなくなりますよね。確かにホームドアは島秀夫さんも設置すべきだと。もう新幹線っていう、ああいうその当時は考えられなかった超高速度っていうのを想定すると、もうそういったパッシブセーフティー的な、もうがっちりガードするっていうことをやらざるを得ないっていうことはもう早くからもう見てらしたんでしょうね、おそらくね。はい、であとはここまでが木曜日で、昨日金曜日の記事からというところで、これはあれだな、今日のメインディッシュにかからないところをちょっとじゃあ一つ、都電といっても土佐電鉄ではなく都電荒川線ですけれども、
そこに、あ、新車が入りまして、都電8800系という形はすごくモダンな車両が入って、まあ、順次導入されてるんですけども、確か最初がローズレッドっていうピンクっぽいやつが最初に入って、その次に紫バイオレットで、それに引き続きオレンジと黄色、この新色2つが入って、で合計4色、これで揃い踏みなんでしょうかね、8800型。これが12月25日運行開始ってことなんで、もうすぐあと2週間後ぐらいに運行が始まるよっていうつまめんからピートも見てみたい。やったら何回すごいと思いますけどね。まあ確かに、うん、利用者多いときは8両化できる、そう、そういったところで需要の高に対応できるっていうところは、そういうフレキシビリティは取れるかなっていう気はいたしますね。というところで、それでこの話の続きでいきますと、土曜日今日ということになるんですが、今日の記事は実は目に留まったものはあんまありませんでしたので今日のはなしということで、ちょっと BGM が途切れたところでこの話題いってみたいと思います。東北新幹線全線開業1週間経ちましたと。さて実績はどうなったんですかという話をちょっとしておこうかなと思います。まずですね、どこだっけ、開業初日、開業初日はどうだったたかと言いますとね、荒川線かわいいね、なかなか今までの都電荒川線にはなかった色使いということで、まあポップと言っていいのか、なんて言っていいのか、ちょっと今までにはなかったセンスかなっていうんで、ちょっと面白いですよね。ぜひともこの4色揃い踏みっていうのはちょっと見ものではあります。はい、開業初日の結果、旭コム開業初日でも午後には空席、東北新幹線今後に課題っていう、ちょっと重たいタイトルの記事が載っております。始発はほぼ埋まりましたと。で、午後になると空席が目立ち、 JR 東によると、まあ12月4日初日は天災、あと車両のトラブルでちょっと吸ったもんだったっていうところでも話題になりましたけれども、ちょっと乗客数っていうところでは、ただこの状態を JR 東的には想定通りと読んでいるのか、逆にそんなに少ないの、まずいって思っているのかどうか、うん、その辺がちょっと JR 東さんの本音っていうところではどうなんでしょう。まあ、あるいは、まあ、とりあえず今は3月までの
いわゆる E5 系はやぶさが導入開始されるまでの鳴らし期間だから、まあこれの成績でもしょうがねえかと思っているのかどうか、その辺がちょっと JR 東さんの本音がちょっと知りたいところでもあります。でその一方で12月9日の記事、こういう記事もあるんですよね。新青森から先の区間、そっちの成績はどう、成績っていうか実績はどうだったのかというと、こうなったそうであります。東北新幹線が伸びて3日間、新青森函館間の利用客は 7.7% 増えましたと。こちらは明るいニュース、前向きなニュースが載っております。これは毎日新聞の多分北海道ローカルだと思いますけども、で JR 北海道の社長さんは、まあ、まずまずのスタート、年末年始になったらこれからお客さんもっと増えてくるでしょうとちょっと期待をしていると。4日から6日の3日間でスーパー白鳥と白鳥を利用したのは7900人、初日の4日に限ると約3000人で、前年同日よりも 17.5% 増えたと。まあ、この辺はやっぱり開業日、まあ、ご祝儀というところで、まあ、伸びたところもあるんでしょうけれども、まあ、それを込みにしても新青森から先在来線に、まあ、乗り移った後函館までの区間の乗客は増える方向にある、まあ、そういう意味ではこの延伸っていうのはどちらかというと青森県の八戸新青森間の需要を喚起したっていうよりは、そこから先の新青森から函館、まあ、対北海道の需要を、まあ、わずかと見るか、大いにと見るかはちょっと人により、まあ尺度あると思いますけれども、喚起することに多分傾向的にはなってるのかなという感じがどうもいたします。で JR 東さん的には来年3月のはやぶさ E5 系はやぶさデビューまで待ってくれって言いたいのかなと。で、まあ、今トレームさんがツイートしてくださってますが、全線利用っていうよりは、区間利用というところで優遇策ね。そうですよね。それだったら新青森からじゃあ何ができるんだろうって考えると、ちょっとにわかにはアイデア浮かばないんですけども、まああとはね、新青森から函館方面への需要がどうも増えそうだよっていう手応えはつかんだようだと。じゃあ弘前とかそっち方面どうなのかっていうところは、これからデータが出てくるんでしょうかね。まあ、ちょっとまだ伸びて1週間ちょいっていうところなので、その辺はこれからっていうところですね。あ、ゴスマニーさん、先ほどお疲れ様でしたっていうところで、ずっと立ち見だったというところで、キンバスさんもそうだったんですけども、お疲れさんでした。今日は開始が1時間遅い分、この時間でもまだやっておりますというところで、あ、もう違ったテーマが出ちゃった。あ、違う。まあ、一つ目の、まあ、テーマとしては、東北新幹線開業して一月経っ
一月ちゃう、一週間経って、まあ青森、八戸青森間だけを見るとそんなにお客さんがたくさん集まってるかっていうとそうでもなさそうだけども、そこから先の特にタイ、北海道、函館っていうところで見るとお客さんはちょっと上向きという感じを示しているっていうところで一つご紹介をいたしました。さて、じゃあもう一つ、新幹線といえばやはりもう一つ忘れちゃいけないのが、来年3月開業の九州新幹線。まあ、これに関する、まあ、特にですね、ここ何日かで、車両もそうですけれども、あとダイヤであるとか運賃であるとか、いろんな形で開業後の九州新幹線の姿がかなり見えてくる記事がなんかたくさん流れておりましたので、といっても昨日の記事なんですけれども、とまず朝起きて日経のサイトをチェックしたら載っていたのがこの記事、九州新幹線新大阪鹿児島21,300円に。この、これちゃんと記事残ってます。はい、さっきの日経地方版の方でやった失態はないと思います。ちゃんとこれは記事残っておりますので、新大阪鹿児島中央が指定席で21,300円、新幹線と特急の乗り継ぎで21,000円となるところ300円増、新大阪博多中央間は11,170円。これ差額いくらだ、11,170円から9,420円引くと750円。という、日経のこの朝の段階ではこれぐらいの記事だったんですけれども、これが、午後鉄道ホビダスっていうところの記事だと、もうちょっと詳しい情報が乗っかってきました。これは結構細かい形で載っております。もうちょっと細かい、ですね、まあ、日経の記事との差分ってところで言っていきますと、山陽新幹線直通車両さくらみずほですね、 N700 系の7000番と8000番、これにはグリーン車があるので新たに九州新幹線のグリーン料金が設定されましたと。で、一方、こっからが大事です。ここからが大事この記事をメインでフィーチャーした理由はここでございます。一方、九州新幹線博多鹿児島中央間と山陽新幹線新大阪博多間の相互間を利用する場合は、九州新幹線と山陽新幹線の料金を合算、通算じゃないんです、合算するんです。運賃は現行通り通算、
で、これが私にとっては一番の今週のニュースかなっていう。なんだ、合算し通算しないんだ特急料金別なんだって。だからまあ、あの対飛行機と比べていくらいくらとか、現在のようなリレーツバメ挟んでた時にいくらいくらっていうことよりも、私が一番注目したのはここでありました。特急料金に関しては合算なんですよ。だから一旦博多ま、新大阪鹿児島中央まで通しで乗ったとしたら、山陽新幹線分の特急料金と九州新幹線分の特急料金というのは別々に計算されて足し合わされる。で、その結果運賃は投資計算になるので、さっき言った新大阪鹿児島中央間は、指定席21,300円、熊本新大阪間だと18,020円と。で、これは直通列車の利用だけに限らず、途中下車しないで博多駅などで乗り換える場合も同額ということは、点点点点と。ちょっとこれ私個人的には、なんで相互乗り入れするのに通算しないんだろうという素朴な疑問を持ってしまったんですけど、だって JR 東海と JR 西って、まああれは国鉄時代の運賃設定をそのまま引き継いでいる、あるいは押し付けられた形で継続しているだけといえばだけなので、特急料金はそこが着地がてめえの会社だろうが相手の会社だろうが関係なく距離で計算して、まああとは会社同士でごにょごにょという形になってるんでしょうけども、まあ、今回の場合は分けてきましたね。たとえ直通列車に乗っていようとも特急料金は別立てでございますと。まあ、例えて言うなら、何に例えるんだろう。それこそ東京駅で東海道新幹線と東北新幹線が直通できたとして、それこそ仙台名古屋間乗り継ぐときに東京駅で特急料金ぶった切って別々に計算して足し合わせますって言ってるのも、まあそういう意味では会社が変わるから特急料金別なのよっていうのも、まあ、それが普通なのであって、 JR 東海と西日本、いわゆる東海道山陽新幹線のような一体的な運賃体系っていう方がイレギュラーなのかな。ちょっと疑問が残ると言いますか、勘繰りがいのあるところかなと。まあそうですね、運賃制度も違いますし、特急料金の多分設定の仕方も違うでしょうし、でも利用者側に対しての説明としては、特急料金は博多で一旦打ち切ってそれぞれの会社ごとで足し合わせるけども、その結果として飛行機よりはお安くさせてもらいましたので、なんとかこれでご理解いただけませんでしょうかというような説明になるのかな。プレスリリースは
今私はプレス JR 九州さんのプレスリリースを見ておりますが、ちょっとその辺の説明はないですね。単に合算しますとしか書いてないっぽいですね。あ、宮俊さんこんばんはでございます。運用は一体でも料金は別と。直通よりも博多で切符買い直した方が安い。そこら辺はこれからそういった何でしょう、乗り鉄の方であったり、あとそういった制度関係調べるのが多分好きな方もいらっしゃいますでしょうし、その辺どう作ってあるのかっていうのはこれから今、まあ、多分来月号以降の鉄道各紙で、まあ、特にジャーナルさんあたりが熱心にやりそうな気がします。大都市近郊区間的ですかね。なるほどね。それもそういったなんかある区間を超えると一気に運賃制度が変わってガタンと料金が上がってしまう、運賃が上がってしまうとか、なんか整合性取れてそうな気はするんだけども、どっかに隙間あるいはしわ寄せがあるんじゃないのかなという気もする、ちょっとプレスリリースでございました。まあ、なんせ私が一番驚いたのは、予期してなかった、うかつにも予期してなかったのは、てっきり特急料金も通算されるもんだと思ってたら、通算して、後で中で安分するもんだと思ってたら、特急料金は別々にいただきますと。まあね、それは並行在来線問題っていうのもありますしね、特に小倉博多間っていうのは。ということで、すいません、ご迷惑をおかけいたしました。お待ちくださっていた皆様本当にありがとうございます。多分ですね、なんで落ちたかって理由は多分画質を上げすぎたためだと思われます。おそらくそれが理由です。画質音質の品質をちょっとかなり上げすぎたかな、欲張りすぎたかな。それで裏でもしかしたらなんか大きなことやってるのことの裏とバッティングしちゃったのかなっていう気がいたしますが、まあ鉄道ネタ的にはほぼやりたいことはやり尽くした感がありますので、と言ってこれで終わりじゃないんですけどね、実を言うと。ちょっと自分の声がモニターが返ってない。あ。自分の声が自分でモニターできていないのはなぜだ。まあいいや。はい。ですね、鉄道系の話題についてはさっきの九州新幹線、運賃が通算ではなく合算されて JR 西日本分、JR 九州分別々に計算されて足し合わされる、運賃は、まあ、通算されるといった形になるっていうので、ちょっと軽く驚いたっていうのが
まあ、今回一番の、個人的には一番の話題であったかなと思っております。はい、すみのりさんありがとうございます。実は時々映像瞬間的に何度か止まってた。うん、そうですね。ちょっと今ちなみにどういう状態でご覧いただいているかというと、ユーストリームプロデューサーで、まあ、送り出しはしてるんですけれども、カメラはロジテックの C910、 それを何の小細工もせずに直接ユーストリームプロデューサーかまして見た画像は、横幅640、縦480の、どうしてもこのサイズにならざるを得ないので、まあ、ちょっと実はこの16対9 ではなくて4対3の画角になっているというところでございます。それ以外画質等々に関しては、まあこの程度でもいいですよね、別に。ちょっとさすがに先週まではいろんなことをリッチにしようとしすぎて、画質が HD 画質だから、ユーストリームプロデューサープロの上限を超える設定で実は配信をしていたので、ちょっとご覧いただいていた皆様には実はご無理をお願いしていた風なところもありましたので、ちょっとこれは画質の追求はちょっとほどほどにというところで、でもやっぱ16対9出せる範囲の、まあ、一番ちっちゃいぐらいっていうところで次回からやってみようかなと思っております。はい、ということで鉄道ネタは一通り終わったのですが、実は1ネタございます。いや、正確には2ネタですね。はい、ですね、2ネタあると申し上げました。そのうちの1ネタは、はっきり言って後ろ向きな話題でございます。私この12月下旬で東京を引き払うことになりました。いや、実家に帰ることが決定いたしました。そうなんですよ。なんですよ。実家に帰ることが確定いたしました。で、これで仕事がちゃんと決まってという形では、いうご報告ができれば、プラマイゼロだったんですけれども、仕事もちょっとまだ決められない状態で、ちょっとある意味時間切れ、あと、ちょっと、資金切れというところもあって、市が実家に戻らざるを得ない。まあ、逆に言えば、もっと早めに決断してもよかったのかもしれませんけども、まあ、ここへ来て、まあ、実家へ戻る、まあ、滋賀にお戻り帰るっていう、決断をせざるを得ないところまで来ちゃいました。っていうことなので、まあ、東京鉄道談話部としてはもうあと年内、あと2回ぐらいの配信で、このタイトルは使えなくなります。
でですね、まあおそらくはそれを予期してたんでしょうか、配信を再開した時にハッシュタグを、MMC 東京レイルっていうのから鉄団っていうのに変えました。地名を入れてなかったっていうあたりは、実はそれはもうこの辺で予期してたというか、逆に言えば全国どこへ行ってもこの鉄団というハッシュタグで配信をやれるというただし鉄道談話部の前に何をつけるかは、まあ多分関西がつくのかな。ちょっと滋賀では狭すぎますしね。で、一応実家にはケーブルテレビがやっているネット回線がありますので、それなりのブロードバンドはあるんですけども、さすがに光回線ではないので、今私が、お届けしているような品質も確保できるかどうかもちょっとわからない。一応自分の部屋と呼べるスペースはありますが、一人暮らしっていうのと、まあ、年老いたね、まあ両親がいるっていうのとはもう全然環境としては全然違いますからね。まあこういった土曜の夜っていう時間帯であれば、おそらく両親は寝てると思います。そういった中で、じゃあ配信そのものができるのか、できたとしてどれぐらいのクオリティでできるのかっていうのはちょっとわからない。帰ってみないとわからないというところで、まあそうですね。まあ来年から練馬の配信は僕だけということで、あ、練馬は任せなんでよろしくお願いします。来年以降。で、まあそういう意味では、サイバーさんおっしゃる通りで、まあ、関西離れたのが2001年の春で、そこから10年弱かかってホームグラウンド、まあ、関西の端くれへ戻るっていうことになるんで、まあそういう形で、いい形で仕事の方も展開していけばいいなと、いいなというそういうふうに持っていかなきゃ、いかんという。まあ、東京で見つからなかった仕事がじゃあ関西に戻ってあるのかっていう保証があるわけではないですけども、ただですね、これは仕事につけるつけない、飯が食える食えない、そこにそういった外的条件一切排除して夢物語として聞いていただければと思うんですけども、滋賀県っていうのは、まだまだ、ユーストリーム、未開の地なんですよね。滋賀県在住、在勤の方で、定期的にユーストをやられてる方って、いるのかな？私が探した限りでは、イベントに、なんかかこつけて、なんか期間限定でやりましたっていうのの痕跡はなんか残ってるみたいなんですけど、滋賀在住の方が例えばそのまあ町でも自然でも、あとは今年っていうか来年の大河ドラマ、GO、 近江の絵と書きます、 GO っていうあれの舞台になりますし、まあ来年多分いろんな方がやりそうな気はするんですけどね。まあただそういうのを入れてもまだまだやっぱり京都、東山、比叡山、その山越えると
やっぱり未開の地なんですよ。だからそういう意味で、まあ、鉄道ネタ、それと地元うろうろして、なんかあこれちょっとよその人に見てもらいたいなっていう風景とか、食べ物やるかな、わかんないけど、とか、まあそういうのがありましたら、まあこれまでは鉄道ネタっていうことで限定して毎週夜10時からっていうことでやってきましたが、もしかしたら関西に戻って、実家に戻ったら鉄道ネタもやるし、ちょっと滋賀の地場ネタもやるしっていうふうな、いろんなストリームをもしかしたらやるかもしれない。で、うん、多分サイバーさんは聞かれたと思うんですけど、もうすぐ加藤吉の人ではなくなる末広部長が、地方ほどユーストっていうのはやりがいがある、それはまだやってる人が少ないってこともあるし、あと掘り起こされてないネタもある。で、今までだったらばおそらくはつながれなかったであろう人たちがツイッターその他ソーシャルストリームを介してつながることができるっていう、そういう可能性っていうのをね、何度か口にされたのを私も見てます。で、そういうところから言うと、東京にいて、私も東京結構気に入って10年ぐらい住んでましたし、気持ちとしてはまあ、東京と滋賀半々ぐらいで暮らせたらいいなぐらいので、若干東京が上、滋賀が上、まあそれ時期によって変わるけれども、両股かけれたらベストだなぐらいの気持ちでね、持ってたぐらいですから、うん、っていうふうに喋っていたら、ソーシャルストリームがザザッと流れてしまってっていうところで、金馬さん、ああ、琵琶湖鉄道琵琶湖鉄道談話部ね、うん、滋賀県っていう名前よりも琵琶湖の3文字が全国的には実は知名度が高いとかいう話もあるんで、少なくとも滋賀鉄道談話部だったら狭すぎてちょっとあれなので、っていうことと、あと私と直接、私のプロフィールとか見ると分かる通り、生まれが京都、育ちが滋賀って、京都と滋賀、京都市っていうのと滋賀県っていうのはワンセットなんですよね、自分にとっては。なのでその辺含めた形でなんかやれればいいかなと。ね、住之さん、そう、ぜひ戻ったら、私が多分年内には滋賀に戻りますので、引っ越し荷物等々落ち着いたあたりでちょっと一回顔合わせなんぞできればと思っております。そういう意味ではね、サボリ6233さん、ありがとうございますね。ネットの時代ですと、どこにいてもいいじゃないで、うん、まあ、クオリティの問題もある。そうですね、まあそういう生まれ育ったところ、あ、元島民、あ、なるほどね。今どちらにお住まいなんだろうと言っても、プロフィールが日本としか書かれていないので、うん、あれですが、あ、静岡、なるほど。まあ、まあ、いろんな思いがありますので、生まれ育っていいこともあれば、よその人にこれってどうよって言いたいところもあれば、ね、辛い思い出、嫌な思い出、これちょっと
よその人には言えないな的な話もあったりとか、まあいろいろありますわね。そういったところも含めて、まあ自分の目標としては東京とそういった滋賀京都っていうのを、まあ、両またかけれたら面白いなっていうところがあって、まあ、そのまあ一つのプロセスとしてちょっと一旦滋賀に戻って、ちょっとユースと未踏の地かどうかも分かりませんよ。本当は毎週ちゃんときっちりとユースとの配信とか、あニコ動、その他ニコ動とかツイキャスとかやられてる方いるかもしれませんけど、ぜひ滋賀でユースと定期的にある程度定期的に配信してるのはこの人だぞっていうところを作れれば面白いかなと。まあいわゆる熊本でいうところのサイバさん、サイクンさん的なポジションを滋賀で作れたら面白いかなと。ただいかんせん悲しいのは、滋賀のマスコミって大半京都依存なんですよ。滋賀の地場のマスコミって言ったら琵琶湖放送っていうローカルテレビ局、テレ東系の有局と、略称 BBC って言って英国国営放送協会ではなくて琵琶湖ブロードキャスティングコーポレーション、琵琶湖放送っていうのがあるのと、あと FM 滋賀 E ラジオっていう愛称がある、その2つだけなんですよ放送局としては。だからあとは逆に言えばもう京都大阪依存になってしまうので、そういう意味ではね、金髪さん、中島由紀乃さんの番組毎週生で聞ける立場になります私アルファステーション入りますので、滋賀県だとアルファステーション FM802、 それか KBS っていうのは京都放送っていう京都のローカル局、ローカル有局、その辺が盛り上がってきたらいいなというか、そこに自分もなんか一役立てればなと。あとは来年の大河ドラマの舞台にもなるんで、なんか県のなんかでやってくんないかなとか、なんかそんなこと思ったりもいたします。うん、という後ろ向きなんだか前向きなんだかわからない話を、ワンモアスイングと言いながら実はトゥーモアスイングスだったという、これが一つ目の話題です。もう一つあります。でまあそういうことが決まってしまったので、まあ、気分的には斜め下45度どうしても向きがちな今日この頃だったんですけども、でもよく考えたら今日そういえば銀座アップルストアで行けば、アップルストアで中島由紀乃 with 向谷クラブというか、向谷クラブ、向谷実プラス中島由紀乃プラスなんたらかんたらトーク&ライブ、これもしかしたらしばらく生で向谷さん等々を拝見する最後のチャンスかなと思ったので、ちょっとその斜め45度下に向いていた気持ちをとりあえずゼロまで戻しまして、行ってまいりました。夕方5時半頃のザギンでございます。正真正銘東京のザギン、銀座でございます。で、松屋銀座が見えてますが、この通りをもう少し
まっすぐ歩いていきますと、これが見えてくると。アップルストア銀座ですね。で、もうすでに、夕方5時半ぐらいにここに着いたんですけども、もうこの時間にすでにもう並んでる方が結構いらっしゃって、まだタイムラインいらっしゃると思いますが、トレイン M さんとか、結構な、向谷クラブの常連さん、あと、私の顔見知りの方っていうのが、結構並んでらっしゃったというのを、もう並んでますよっていうツイートをもう、夕方4時半、4時過ぎにはもう見ていたんで、で、私は夕方4時半ぐらい、4時半ぐらい、5時ぐらいか、に、身支度して、銀座へ向かったと。で、5時半過ぎに、このアップルストアについてみたら、もう、行列できておりました。このアップルストアの3階に、キャパ何人ぐらいでしょうね、あれ100人、100席かそれぐらいのちっちゃなホールが、イベントホールがありまして、でもそこから伸びる行列が2階のアクセサリー関係、ヘッドホンであるとか、まあ、その他周辺機器ソフトウェアを売っているフロアまでもうすでに伸びていたところだったんですね、私が来た時には。で、だから1時間開演の1時間半前ぐらいから並び始めまして、で次々と顔見知りの方が入ってくるのはいいんですけれども、入ってくるのはいいんですが、このアップルストア銀座っていうのが店内吹き抜けなんですね。本当は撮っちゃいけないものだと思うんで瞬間でお見せしますが、はい、こんな感じ。これは2階から1階を覗いたところですね。こんな感じで吹き抜けになっていて、その周りに行列がぐるっとほぼ一周するぐらいで、一周するぐらいでもなお足りないので、列を1列から2列にして、それでもその曲がった列がさらにトグロを巻くっていうぐらい、だからトータル百数十名ぐらいの方が見に来られてたんじゃないかなと思います。なの で来た方の半分とまでいかないですけど、3分の1ぐらいは立ち見という形でご覧になってたという計算になりますかね。それで、入り口で、顔見知りの方とか、まあ、たくさん次々と来られるんですけども、そういったこうやって吹き抜けの周りに人が列ができていくもんですから、ご近所同士はいいんですけども、吹き抜けの向こう側の人とは目合わせて手振るぐらいしかできなくって、話があんまできないという、身振り手振りでこうやって合図して、あ、やっと、あ、誰それさん来たとかいう。で、あとは直接話すんじゃなくて、ツイッターで会話をするという、アップルストアの中に電波の道がたくさん走っていたという。まあそこはちゃんと Wi-Fi 使えますので、アップルストアの店内は無料と言いますか、フリーの Wi-Fi が使えていたはずなので、3G の電波じゃなくて、多分 Wi-Fi の電波で Twitter でとかでやり取りをし、ツイートやり取りしてたと思いますが、まあ、そんなこんなで待っていまして、開演 10分前か15分前ぐらいかに、やっと、
開演と、開演じゃない会場ということで、80人分ぐらいか、100人もいなかったんですかね。なるほど。サボリ62233、はい、東京に未練ありますよできることなら東京にずっといたいです。というかこの気楽な状況にいたいっていうのが正しいかもしれないです。ですね、というのはやっぱ東京っていうところはこういった思い立ったらすぐこういうところアクセスできるとか、あのなんとかの勉強よりもなんとかの昼寝って言葉があると思いますけど、まさにそういう意味では私は東京でずっと昼寝をしていただけで大したことはやってないのかもしれない。そういう意味では滋賀に戻って勉強しなきゃいけないのかななんて思ったりもいたしますが、ですね、そうですね、1時間前ぐらいからすごく並び始めて、まあ、ここまで人が集まると思ってないのかな、アップルスター銀座って想定してないのかな、まあ、そういう意味でも向かい屋さん関連のイベントはいろんな経験則をその場その場に残していくっていう感じなのかもしれませんね。でゴスマニーさんがあと席3つだったからギリギリだったと。あ、マナホさんが隣でしたか。あ、よかったですね、お話できて。ということでどこまで話したかというと、で会場になりましたと。でまずいただいたのがこれフライヤーですね。これは中島由紀乃さんの事務所の事務所サイドのフライヤー。こんな感じで、それで私はだいたいちょうど真ん中ぐらいの列で言うとちょうど真ん中あたりで、どちらかというとちょい向かい屋さん寄りっていうポジションで座っておりました。でそうしてましたら向かい屋クラブ関連ではおなじみのリカ姫様がやおらハイテンションで現れまして、これをこれは向かい屋クラブのフライヤーチラシですね。まあ一応リカ姫様とはちゃんと面識もあるので、あお久しぶりって感じで、まあフライヤーもらっただけじゃなく思わず握手までしてしまったという。なんか人前に出るとすごくテンションが上がる、早口になるという彼女の特徴がすごく出てた瞬間だったなと思いましたが、で、イベントの模様は写真撮影録音録画一切ダメ、でもツイートはみんな買っててんでバラバラにやっていたので、現地に行けなかった方も何やってるかっていうのは向かい屋クラブ関連の MM クラブというハッシュタグを追うと嫌というほど分かったんじゃないかなと思いますがね。寝落ちから復活ですということで、おはようございますぷくぷくたんさん。そうね、回せって言わずに、そうそう、その気持ちが嬉しいですよね。なるべく手渡ししたいんですっていう感じの、そのね、やっぱ心意気っていうのがね、すごく嬉しいなと思いました。でまあ中身とし、イベントの中身としてはっていうか、そういう時のためにツイログがあるんじゃないか。ですね、会場になったのが18時33分、会場ってツイートします。
で、18時44分にリカ姫様と私がシェイクハウンズしたと。で、アップルストア銀座の方のスタッフの方による前説が始まったのが19時1分頃で、その開演までの間はずっと例の愛してるの言葉の PV がまあずっと流しっぱなしになっていたという、そういう状態でございました。で、まず、19時4分ぐらいに向谷さんが持参し忘れたので近所の山の楽器で買った6000円のピアニカを持ってご登場というところになって、はい、サイクンさんありがとうございました、あ、ツイートレインの試験配信をするのでということで、ですよね、来週もう気がつけば来週ですよね、ぜひ準備の方よろしくお願いいたします。楽しみにしております。山の楽器で急遽購入したピアニカを持って持参、登場と。で、ですね、それですぐその後に斉藤秀夫さん、部長代理と呼ばれている、うん、あるいはギター電話さんと呼ばれている斉藤秀夫さん、ギタリストのね、その方が登場して、このお二人でもって、まあ、向谷クラブについて、まあ、これこれこういうきっかけで始まってとか、あとギター電話って そもそもなんでギター電話って言うのって話とか、それと向谷慶三プロジェクトの話、まあ、その辺が一鎖10分以上続いた後、神保明さん、チンボンボこと神保明さん、世界の神保明、あの方が登場なさいまして、ドラムを叩くかと思ったら、なんとムカボンボの歌生演奏フルコーラス、正直に言いますけど、私まだムカボンボの歌 iTunes で買っておりませんなので、久しぶりに聞きました、ムカボンボの歌のフルコーラス。なんと神保さんがベース弾いてたんですよ。で、ギター斉藤さん、斉藤部長代理がアコギを弾いてっていう形で、で、曲間はピアニカを弾く向谷さんという、それだけで結構お腹いっぱいという感じの、時間がありまして、その後、この後一旦神保さんははけるのかな、はけて、で、さくらについての説明が入り、で、この19時49分っていうあたり、この時間帯に曲がるうさぎさんが、ほぼカシオペアは中島由紀乃さんの前座なんですねっていうツイートされたので、私が確かに、そしてまだ前座が続くっていうことで、さくらの PV が披露され、で、19時56分、開始からほぼ1時間弱っていうところで中島由紀乃さんご登場と。で、そこからしばらくの間は、じゃあこの向谷クラブと中島由紀乃 のコラボレーションはどういう経緯で出来上がっていったのかって説明があった後、なんともう一人すごい人、なるちょ、成瀬義弘さん、ベーシストですね、この方が現れて唯一向谷さんに対してストップをかけられるだけの喋りの力を持っているナルチョというところ、ナルチョ節ですね、その辺を、まあ、一鎖やった後、再度神保さんが今度は、ドラムの簡易セット、まあシンプルなドラムセットでもって愛してるの言
で、その後斜め45度、まあ、やって、で、やっぱ斜め45度、これ、左から斜め45度下を向いてと、斜め45度上、こうだ。こうかな。あの、向井さん頑張りましたね。あのキーボード弾きながらこれやろうとしたりこれやろうとしたり必死にやろうとしてなんか頑張られていたのがすごく印象的でした。客席でもまあ横の人とちょっとぶつかるからちょっと気兼ねするっていうのもあって、客席の方はあんまやってる人はそんなにたくさんはいなかったような気もしますけども、そうそう、あのナルチョさん本当はもう当時はもう少し早かったというか、多分あのキーノートってプレゼンテーションのスライドの順番のあれだと思うんですよね。あ、向谷さん的にはもうちょっと後に出したかったんだけど、スライドが先に成瀬義弘とはって出ちゃったもんだからチラッと見切れてしまいました。です、まあそうですね、トレームさんのおっしゃる通りで、今年1年の向谷クラブの活動っていうのをある意味総括するっていう、ひとまとめにするっていうところではすごくいい前説というか前座というのは失礼だし、そういういい温め方をして、じゃあ中島由紀乃さんどうぞっていうまあ、それで例の2曲をやって一旦は終わるんですけども、やはりそれで終わらせるような客ではございませんので、やっぱりアンコールが来まして、それで最後に、もう一度ピアノバージョンの愛してるの言葉、それをやって最後終わりと、まあ本当オーラスと終わりという形でなりましたということで、最終的にイベントが全部終わったのは何時頃だろう、20時40分ぐらい、私がアンコールピアノバージョンの愛してるの言葉って会場からツイートしたのが20時33分なので、多分20時40分ぐらいにはイベントが全部終わって、あとあの向谷さんにご挨拶ね、あと鉄道部の皆さんと一緒に向谷さんにご挨拶に行って、そしたらですね、あのここはちょっとここだけの話ってわけではないんですけども、実は来週の火曜日14日阿佐ヶ谷のロフトっていうライブハウスで向谷実とメロディーズと、スーパーメルズの野月さんがコラボをするライブがあります。私自身はちょっとお金の工面ができるかどうかわからないので、当日行けるかどうかわからないのですが、行けるのなら行くつもりをしております。それで向谷さん曰く、まだまだ席には余裕がありますということでしたので、あの行ける方はぜひ足を運んでいただきたいなと思います。塩かけさんこんばんは、初見ですということでよろしくお願いいたします。鉄道関係の話を雑談をするユースとやっておりまして、実はもう鉄道関係のネタはひとしきり終わって余興に入っております。本来はいつもは夜10時からやる配信なんですけども、今日は11時からになりました。その理由は、今日、銀座のアップルストアであった、向谷実さん、およびをはじめとする、向谷クラブと中島由紀乃さんのトーク&ライブショー、そちらに参加していました。まあ、その関係で、
実は1時間遅らせたっていうのが真相でございました。あ、ゴスマ兄さんいいじゃないですか。一旦1階に降りて、3階に戻ったところ、ジンボさんに会えて、ナルチョとナルチョの息子さんと同じエレベーターで降りてきた。おー、いい経験されましたね。それは羨ましい。ということで、気がつけばもう時間は1時半ぐらいになっちゃっておりますが、部長と皆さんお話できましたか？はい、さっきの、阿佐ヶ谷のライブの件もそうでしたし、いろいろ、まあ、短い時間でしたが話はさせていただきました。まあ、ただ、向谷さんにはまだ私が滋賀に実家に戻ることは多分伝えていないので、っていうか伝える必要あんのかっていう話もあるんですけども、まあ、できたら、私のお財布の都合がきちんとついて、時間はありますから、お財布の都合がうまくつけば、この14日の来週火曜日の向谷実とメロディーズ&スーパーベルズ、このライブ、行きたいなと思う、行くつもりでおります。ということで、まあ、そうやって、ライブトーク&ライブショー終わった後もいろいろとこのタイムライン、ソーシャルストリームで顔なじみの方たちといろいろとお話をしてまして、それで帰り道、トレイ M さんと方向が同じですので、有楽町線、地下鉄の有楽町線に乗って、まあ、帰ろうということでホームに降りましたと。で、ホームに降りましたら、次に来る電車が、何でしたっけね、回送でしたっけ、臨時でしたっけ、なんかとにかく、確か回送だったと思うんですけど、臨時かな、どっちでしたっけ、記憶ありますか、通過か。うん、そう、和光市行きとか、あと飯能行きとか、そんなんじゃなくて、通過としか書いてなくて、時刻も書いてない。あれ、これ何来んのかなと思ってたら、さすがトレイムさん、ピンと来られたようで、これからご覧いただくものが実は、通ったのでありますということで、これ途切れずに映ってくれるといいな。ちょ、祈るような気持ちでこの動画をご覧いただきましょう。私とトレイ M さんが、というかトレイ M さんと私が銀座一丁目駅で見たもの、これでございます。ストリームプロデューサーのフリー無料版だと勝手にこうやってループしちゃうのでちょっと困ったもんなんですけど、はい、その通りですね。ベイドリーム、ロマンスカーですね。そうです、そうです。東京メトロ千代田線、普段は千代田線の北千住までというかから乗り入れてる MSE という小田急のロマンスカー、これが今、まあ、ちょうど12月、
期間限定、時期限定で、どこだっけ、霞ヶ関で一旦スイッチバックをして、千代田線と有楽町線の短絡線を通って有楽町線新木場まで行くという。で、詳しい情報はトレイムさんの書かれている通り、76位運用ベイリゾート号本厚木行き。何が悲しいと言って、東京メトロの中は乗車できても降車ができないので、半ば強制的に一旦乗ったら最後小田急線まで持っていかれるという特急MEC。 ちょっと画像だけもう一回、じゃあこれはマウゴツっていう声が聞こえましたので、画像だけもう一回、ちなみにこの左側にちらりと見えてるチェックのシャツを着たのがトレイムさんでございます。はい、こんな感じで、もう席が後ろ向いてますよね、スイッチバックした後に備えて。もう一周ぐらいしましょうかね。もう一度じゃあよく見てていただくと分かると思いますが、こんな感じで、MSE の最初の小田急側の停車駅はどこですか、どこでしょうどこでしょうとか言って、多分成城学園前ですよね。で、代々木上原で乗務員の交代があるはずなので、代々木上原で運転停車はしますと。あ、ゴスマニーさん、初めて見ました。MSE、東京メトロ乗り入れ仕様のロマンスカー。6万系っつったっけ？期間限定といいますか、何でしょうね。時期限定って言った方がいいかな。週末、例えば週末だけとか、ホリデーシーズンとか、そういう意味の期間限定だと思います。一応年間の運転スケジュールとかは決まっていたはずだと思います。まあ、こういうものも最後に、まあ、見れたので、ね、家出る時にはまあプラマイゼロ度だった気持ちが、トーク&ライブで斜め45度になって、最後自分の配信やる直前に、あ、久々に新しい鉄ネタ拾えたっていうんで斜め75度ぐらいになったかなって、ちょっと上向きな気持ちで今日の配信に臨むことができた。ただちょっと今日途中ね、配信途切れるっていうちょっと事態がありまして、ちょっとご迷惑をおかけしたところもあったかと思います。また、一心上の話で、結構時間食ってしまいまして、終わりが遅くなりすぎてしまって申し訳ありませんでした。1時半過ぎております。私も実を言うと明日の朝は、そんなにのんびりはしていられないと。午前中に用事がありますので、この辺でじゃあこちらと言いますか、この配信もお開きにしようかなと思っておりますが、はい、ということで、さっきも申し上げたようなミッチー、あー、スマステ出てましたね、そういえば。
ちょっとだけ、相棒クラスターにしか分からない会話をしますが、前売り券買いました。ゴスマニーさん。で、トレイムさんがプクプクで切れたツイートで多分ミスタイプされて途中で終わったんでしょうか。というか、まあゴスマニーさんは相棒クラスターなのかミッチークラスターなのかレディースで、あ、なるほどね、買いました。買ったでございます。といってもセブンイレブンのペラ券なので、そんなにプレミアというかコレクターズアイテム的には大したあれではないですが、今の予定ではさっきの相棒劇場版2は東京で見る予定にしております。一応念のために実家の近江八幡の、映画館というかシネコンでもやってることは確認済みでございますので、まあ、どっちにしろ、まあ、この年末年始のどこかで見ることになろうかとは思います。まあ、その話はさておいて、あ、なるほどね、そういう経緯なんですね。じゃあ相棒クラスターということで、それではこの辺で終わる終わる詐欺になるとあれなので、この辺で終わりにしようと思います。あの東京からお送りする、東京鉄道でこの配信あと多分来週と再来週できるかな。でなおかつ来週の配信は多分金曜の夜になると思われます。なぜならばまた向谷クラブ方面で土日かけてダダ漏れやるっちゅう話なのでまあ多分金曜の夜やるか、まああるいはいっそのことを月曜の夜にするか、ちょっとその辺は考えたいと思います。ちょっと次回の配信スケジュールは流動的だ、少なくとも土曜の夜にはありませんということだけ言っときます。あの決まり次第、ツイートその他でお知らせをしていきます。で東京鉄道談話部としてのラストの配信もどうするかっていうのもちょっと決まり次第お伝えできればなと思っております。じゃあ最後の曲はやっぱりこの曲、この方の曲でお別れということにさせていただきます。最後までご覧くださった21名の方本当にありがとうございました。来週予定決まったらぜひお伝えしますのでご覧ください。それではありがとうございました。おやすみなさいませ。